リシュシュっていうことがキャリアの始めになったところでいう、サリューっていう存在のが そのカウンターとして存在しなければならないときに、そのポップ の, そのなんていう象徴みたいなところでっていうときにちょっと戸惑ったりはしたかもしれないですね、若 い, 若いところは。リリーとしリリーではない、サリューだみたいないう。だからやっぱりそこに一貫して小林さんが言ってくださったから、ね、ここでリリーシュシュの音楽プロデュースはこの人でした、サリューは違いますみたいになったらきっとうまくいかなかったかもしれないけど、うん、もう 私は何も分かってない中で小林さんが多分全部作ってくださったそのストーリーがあるかもしれない、うん、それは一人 の, そのシンガーにとって